この前お肉丸、オイラたちに用があるって言ってたよな。あいつを探して何の用事か聞いてみようぜ。おお、来たか。俺はてっきりお前たちはなんちゃらの翼で毎日島々を飛び回っていて、水に浸かったお肉丸のことなんざとっくに忘れかけているのかと思っていた。だからこうやってお前のことを思い出したじゃないか。ところで、この前手伝ってほしいって言ってたよな。どんなことだ？別に大したことではないんだが、この前体のかけらを見つけてくれただろ。なんというか願いが叶ったせいなのか、はたまた俺を喋らせていたこの海域の力が弱ってきたせいなのか、最近意識がはっきりしなくて眠ってしまうことが増えてきたんだ。なるほど。なんちゃらの機械ってやつのおかげで俺はお前のウェーブボートに慣れて言葉も話せるようになった。え、それじゃあ機械の影響がなくなったらお肉丸は話せなくなるってことか？なんとかしないと。気にするな、パイモン。こうしてお前たちと話せることができたんだから俺はもう満足だ。いや、思えば船でありながらお前たちと気持ちよく話せていたなんて、もはや幻の夢みたいなもんさ。だが最後に頼みたいことがあるんだ。この前体が見つかったらこの海域でお前たちを乗せてやると約束したが、体はとうにバラバラだった。宝もほとんど持っていかれて価値のあるものは残っていなかった。だが今回は大海賊船の名に誓って必ず立派な宝物を見つけると約束しよう。騙されたと思って俺についてきてくれないか。お肉丸はもうすぐ話せなくなるかもしれないからな。それにお宝があるらしいぞ。行ってみようぜ。じゃあ早速出発しよう。よし、それじゃあ船に乗ってくれ。追いつけまい。うわぁ、急に大きな霧が出てきたぞ。うわぁ、見ろ、海面に明かりが現れた。それは稲妻の明かりだ。久しぶりに見たな。このまま明かりに沿って進もう。まるで並んだ魚灯のようだな。夜の漁船みたいで西来島の港に戻った気分だ。海賊とはいえ毎日が冒険というわけではなかった。何もない時はサエモンの兄貴が漁に付き合ってくれたのさ。やつは槍で魚を取ったもんだが一度もしくじったことはなかった。この前感じたんだが、あの漁獲お前が持っているだろう。懐かしい。やつもきっとまだ海で己の夢を追っているのだろうな。そうだ、お前たちに伝えたいことが2つある。1つ目だが、
実は自分の名前をずいぶん前に思い出したんだ。わー、お肉丸じゃなくて船さん、本当の名前は何だったんだ？浅瀬神社の巫女は俺に古関丸と名付けた。俺の仲間たちはほとんど古関村出身だったから、無事に仲間を故郷に返してほしいってな。古関丸か。お肉丸の方が好きだけど、古関丸もいい名前だな。ただ俺はあいつらの期待を裏切ってしまった。俺がもっと頑丈だったら雷を乗り越え、あいつらと共に古関村まで無事に帰ってこられたかもしれないのに。人そっくりだ。さっきの稲妻の明かりも、もしかしてこれは俺のせいか。二人を巻き込んでしまった。行けー、古関丸、雷を乗り越えようぜ。そうだ、俺は大海賊赤穂同盟州配下の大海賊船古関丸だぞ。聖雷の木は俺の筋骨、浅瀬の巫女が俺に名を与えたのだ。海を十数年航海してきたが、一度も仲間を見捨てたことはない。たとえ強者と戦うことになっても、くじけたり後悔したこともない。これ式の雷、楽勝で乗り切ってみせるぞ。喋る船は所詮船さ。この雷を乗り切るには旅人の卓越した操縦技術が欠かせなかった、はあ、さっきの雷はおそらく俺の影響を受けたんだろう。この海域の環境も不安定になってきたな。でもちょうどいい。旅人パイモン、宝は上にあるぞ。あれ、ここは初めてお宝を探してた場所じゃないか。この上に古関丸の半分があったんだぞ。今回はきっと宝があるさ。何しろこれは大海賊船の直感ってやつだ。そうか。ところでこの前二つのことを伝えるって言ってたよな。一つは自分の名前だろ、もう一つはなんだ？もう忘れていると思ったが、残りはお前たちが戻ってから話そう。古関丸が言ってたお宝はあの真っ二つになった船体の近くにあるはずだ。探しに行こうぜ。よっ。
したのに、化石丸の嘘つき。